らいだけやって配信終わるかなって思ってます。みなやなこんばんワッフルは、こんばんワッフル。めっちゃ色味可愛いですね、本当に似合ってる、うん、こんばんは。白服以外初めて見た。え、嘘。え、白服以外着たことなかったっけ。もうすごい青いでしょ、水色って感じ。今日は制服の目公演に入るから少しだけ見。ありがとうございます。今日ね、カレーレンのアンダーデビューの日なんですけど、そう、すごい。ユーナだったら、もう、すごい早いですね皆さん。ロッキーみんなダンス得意な人が多くて、ほぼダンスが経験者だから8割9割すごい。ダンスやっとけばよかったって 今頃後悔してる。カレンネ応援しなきゃ。そう、カレンネ応援しなきゃ。こんばんは。今からダンスレッスンさせたけど、ね、なんでケチャップ社長さんできるんですかダンス。もうキレッキレだったらギャップですけどね。あ、すごい。ありがとうございますミラーボール。こんばんは。ありがとうございます。じゅんちゃんさん、ありがとうございます。もうなんでこうなるの、まずいね本当に。きたきたなそれ。なんでそんなこと言うんですか。待って、これ縦でやる本当に。横になるのか。縦だったっけな。これだったらどうなの。これでも横になってますか今。これ横になってる。はっ、待って待って待って、これ横になってますか。通信は、でも Wi-Fi めっちゃつながってます。 Wi-Fi もめちゃくちゃつながってるんだけど、今ちゃんとなってる、よかった。もうちょっとこれ騒ぎよ。OK。 こんばんは。おかえり、ただいま。みんな首のストレッチはどうでしたか。コンタクトしてるんですか。しないですよ。メインで、あのメガネもしてないし、コンタクトもしてないんですよ。あのカラコンも入れたいんですけど、入れてなくて怖すぎて。あ、本当にカラコンとかコンタクト入れる人すごくないですか。できない。目が回った。ごめんって、ごめんなさい。そう、今日は30分だけなんですけど配信。ダンスをやらなければ。あ、シエスタの花さん、タコありがとうございます。タカさん、線香花火ありがとうございます。じゅんちゃんさん、ファイトありがとうございます。ダンス頑張るね、ありがとう。ダンス練習頑張ってね、頑張る、うん、やばい。本当にもうめっちゃ汗かいてて、全然冷房が効かない。26度にしてるのに。もうちょっと下げようかな。27度だった。よし、26度にしました。今来たわ、ヤッホーランニングマンさん。暑いですね。綺麗な歯ですね。本当ですか。歯並びは意外といい方なんですよ。ちょっと上が出っ歯なんですけどね。歯を磨いてたって遅れてた。何、もう寝るんですか。早い。これ24度に設定してる。すごすぎ。北極やん。
若にゃんと仲良くなった。そう、若にゃんさんとあの LINE 交換して、そうなんです、あのゆうなの一部の月が若にゃんさんで二部が若にゃんさんだったんですよ。だからボードを書いて頑張ってくださいみたいな、もうちょっと仲良くなりたいですみたいなことを書いたんですよ。そしたらストーリーに上げてくださって嬉しい、ありがとうございます。本当に最近先輩との絡みがさ、ロッキーはまだないのであんまりね、スリップなら、見ました、あインスタのストーリーかな、わお、ありがとうございます。そう、可愛すぎやろって書かれてたんですよそうそうそう、カタカナのね、それで可愛すぎやろって、嬉しかった。こんばんは、ボンボンリボンさん、こんばんは。だから最近、だからいろんな先輩ともまだ話したことない先輩の方が多いから話してみたいなって思っていますね。集会残念、背が伸びたらワンチャン入れると思ってた。そう、集会ね、解散ってもう衝撃受けすぎて、解散するまでは思ってなくて、泣きそうでした本当に。解散、悲しいですね。マーボミューさん、結婚して、結婚してありがとうございます。タケタケさん、バラありがとう、あ、花束かな、花束ありがとうございます。ユウマさんも花束ありがとうございます。推し同士が仲良くしてるのにくり、あ、若にゃんさんファンの方なんですかきっと新規ユニットができる、できたらいいですね。次はどんなんだろう。でも、モデルみたいな感じじゃなかったですか、集会が160センチ以上の方がで、そうだからね、ワンチャンワンチャンみたいなワンチャン来て、ワンチャンを期待していたら無理でした。解散か、悲しい。何歳ですか？14歳ですよ。でも大人っぽく見えるって言われるんで、何歳くらいに見ました？ 17 とかですかね。もうちょっと下げよう。グッ、41歳、え、もう誰、もうそろそろ誰みたいな。24歳、あー、でもちょっと大人すぎかな、さすがに。今日、ええ、ハーフアップもしてるのに、ここちょっと大人っぽいですよね。14歳、またまたご冗談、またまたって一回もご冗談はしてないですけどね。大学生なりたてぐらいかと思った。え、うそ、あ、でもいそう、なんかこんにちはございますとか言ってそうじゃない。ゆなゆな英語喋れそうな雰囲気、え、本当に。でも、え、どんくらいかな、喋る、喋れるかな、喋れる、喋りますけどね、まあ頭いいんで。ためくらいかな、え、ためだったんだ、実は、実はためだったんだ。まだ何歳か分からないからね、年齢は分かんないですから、まだバレてない、年齢は。ねえ、バレてない。高校生に見える、本当ですか。ほらね、みんな高校生って言ってくれる。竹安さん、流星群ありがとうございます。マーボーミューさん、ハートありがとうございます。ポテイトーさん、ハートありがとうございます。まさか給食とか食べてる年齢、そうそうそう、給食食べてる年齢なのよ、実は。すごくない？大人っぽく見えるってよく言われるね。いなやな、あら、今日はおでこないんだね。そうなの、今日はおでこないんだよ。顔面の感じとか、本当ですか？
っぴんでこれ言われるのはちょっと嬉しすぎますね。あ、でも純すっぴんみたいなリップはしてるんで純すっぴんなんですけど、今中学校では何が流行ってる、何が流行ってるの、あんま流行りとかわかんないですけど、そんな特にこれ流行ってるってものないと思いますね。デコ出し、おデコ出しすると小学生、そうデコ出しするとちょっと若返るみたいな、バブいって言われたことありますね。オンライン握手会の時に言ってくださった方がいて、黙ってたらモテそう、やだ、なんでですか、黙ってなくてもモテそうですけどね。あれ、なんでだ、なんでだろうか、聞き間違い、読み間違いかも。マンボミューさん、流星群ありがとうございます。じゅんちゃんさん、ハートありがとうございます。なんだっけ、小倉だったっけ、小倉の前田真さん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。マンボミューさん、かわいい、ありがとうございます。中学生同士で TikTok 撮ったりするのしないですね。しかも上げたこととかもないし、ちゃんと優等生が多いので。話してるのを見てる限りは清楚系から遠いかも。そう、清楚系ですけどね。自分でモテそうっていうとこがいないらしいでしょ。そうでしょありがとうございます。ひろたんさん、ハートありがとうございます。たけたけさん、お手紙ありがとうございます。ゆなので学校で真面目キャラなの。そうだよ、真面目キャラだよ。いや、リアルにリアルに、嘘じゃなくて、清楚系とか嘘じゃなくて、リアルにリアルに真面目ですね。ほんと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 に、だからあんまり盛り上がらない。色素薄い系、ほんと一応チャームポイントは茶色い髪の毛なんですよ。ちょっと男子っていうタイプじゃない、タイプじゃないですね。あんま男子には関わらないです。でも言うのは狭く深くタイプなんで、広いろんな人と関わってちょっと関係浅いタイプじゃなくて、少人数で深いタイプなんで。学級員には見えない。そう、学級員じゃないですからね。学級員とかそういう役割とかはできないタイプです。本当にゆうながやっちゃったらなんかやらかしそうでできないんですよ。しかもまとめる系は、あ、どうなんだろう。あ、10日連続配信中、やー、やったやった。10日連続配信おめでとう、ありがとうございます。何をやらかす、なんか失敗とかしそうじゃないですか。提出物、なんか学級委員長で提出物とかあったらそういうの忘れちゃいそうだし、なんかいろいろ間違いそうだと思う。でもそこまでなんか騒がしすぎずみたいな、意外と学校では優な中では落ち着いてると思います。クラスでも普通に明るいくらいだと思う。うるさいまで言ってないクラスだ。去年はちょっとうるさいんだった、ね、うるさいだったけど、今年は落ち着いてますよ、意外と。去年よりはね。ということは、あと15分が、そう、15分ですね。25分とかになったら、壇上読みをしようかと思ってます。おちらけてるけど、本当はこの優しい子だって分かってるよ。ちょっとお茶さん、ありがとう、嬉しい。通信簿に落ち着きましょうと書かれてた。いや、書かれない。そう、去年がひどくて、ちょっと去年はうるさいかなって。だから、マトンさん、レインボースターありがとうございます。ヘイペルさん、流星群ありがとうございます。ケチャップ社長さん、お疲れありがとうございます。トシピンさん、ハートありがとうございます。ポテイトさん、
流星群ありがとうございます。ケイティノさんハートありがとうございます。ユーマさんアイスありがとうございます。タカさん尊いありがとうございます。わしも6時半から走りに行くから共に頑張ろうぞ。えっ、ゆうな6時半からこの後ですか。じゃあゆうなのことを見終わってですかね。見終わって頑張ってください。え、すごい走るとかすごいとか言って、学校にはあんまり友達いないわ。 HK である、なんか友達ぼっちみたいな言い方ちょっとやめてくださいよ。友達いますからめっちゃぼっちみたいな、ほんと周りが優しいですね。ニッシーさんレインボースターありがとうございます。フットムーンさんかわいい、ありがとうございます。あ、待って、ポテイトさん、なんだっけ、ミラーボール、待って、いつ投げた、投げてくれました、気づかなかった、ごめんなさい、ありがとうございます。ポテイトさん、マトンさんレインボースターありがとうございます。さっき言ったっけさっき言ってた、かわいい、ありがとう。ダンスレッスンが、あーごめんなさい、ダンスレッスンが、待って1000人超えてる、いやー、ありがとうございます。1000人超えてた、すごい、20分で1000人いった、やったやった。こんばんは、ゆうちゃんさんこんばんは。今日はコメントの流れがゆっくりだ。夕方は早い。夕方早いですか。千人突破おめでとう。ありがとう、ひよたんさん。千人突破ありがとうございます。この前、スタバの抹茶飲んだよ。本当に？美味しそう。言うのもね、最近飲んだのが2週間前くらいですかね。だからでも、あんまり高いから、この年齢にしてはスタバ高いんですよ。だからね、あんまりなかなか買えない。ダンス練習はお家でやってるの。そう、お家に大きい鏡があるので、そこでね、鏡の縁みたいなとこにスマホ立てかけて、そのスマホでやってる。だけど本当に振り覚えが死ぬほど遅くて苦手なんですよ。ダンス踊ること自体は好きなんだけどね、振り覚えがすっごい遅いから、何十回も何百回も繰り返さないと覚えれなくて、そうだからえぐっちゃんとかの覚えるスピードが異常で、すごい本当に多分 何回かやったら多分踊れるようになるんだろうね、何回か通したら。しかも腰の使い方とか、その関節の使い方とか、手のあれの動かし方とかの見せ方が分かってるからさ、うまく見えるし、すごいな。中学時代にスタバなんてなかった。スタバってな、いつからできるようになったんですかね。いつからなんでしょう。レッスンできるスペースあっていいな。そう、わざわざ劇場まで毎回行ってたらね、時間がもったいないので、その行ってる時間振りも大変だし、ポジションとか混乱しちゃいそうでね。そう、しかも劇場となると、公演となると先輩たちもいるじゃないですか。だからさ、もう振りも もう完璧にしてからじゃなきゃって思って難しい。本当に振り覚えが頭に入んなくて、振りが頭に入んないのが一番の悩みなんですけど、はあ、ダンス本当に習っとけばよかったって今頃後悔してます。何回かお母さんにちっちゃい頃ダンス入ればって勧められたんですよ。その時に入っておけばよかったって思って、ちっちゃい時本当に6つくらい、6個とか習い事やってたから、そんなダンスする暇とかないって思って。でもゆうなってよく偏見で言われるのが、ピアノとか習ってそうって言われるんですけど、ピアノ習ったことなくて、一回も本当に一回も見学すら行ったことなくて、
あ、行った、見学は行ったことあるかも。見学は行ったことあるんですけど、だからピアノとか習いそうみたいな、習ってそうみたいな言われるけど、習ってませんよ。私ならダンス大好きで、嬉しい、ありがとうございます。だけど、そう、弾けそうなのに、そうでしょ、弾けそうでしょ。その時は今こうなるとは分からないからね。そうだからもう後悔だよ。今後悔してもね、遅いので、頑張ってダンスしようって。清楚系だから確かになってそう、そうでしょ、習ってそうでしょ。レア姫になるか、でもレア姫はハイスペックすぎるし、お嬢様だよね、本当に。もうオーラがお嬢様だもん。不良ボーイ苦手なんだ、そつなくこなしそうだけど、でもそつなくこなせないんですよね。本当に多分6期で一番くらい、あの不良ボーイが遅いです、本当に。だって1曲を、だって1曲3分とかなのに、1日6時間とか6時間以上もかかるし、立ち位置もって考えたらもうやばいし、歌もって考えたら1曲覚えるのに何どんくらいかかるんだろうって思って。だからすごいなって、アイドルってさ、表から見ると華やかじゃないですか、けど裏から見ると意外と努力家だったり、本当にすごいなって思います。間近で見れるし、自分もアイドルになってそう感じましたね。慣れと思う、そう、慣れだよ、慣れって言われたけどね、最初のうちはやっぱり難しいですね。もう25分だからもうそろそろ壇上呼ぼうかな。だからもう本当に努力がまだ足りないかなと思って、もう本当にずっとダンスしなきゃって思って、同期ができると焦る。そうだから、えぐっちゃんがアンダーして、もういもうやばいってなって、エンジンがつきましたね、えぐっちゃんのおかげ。あれだけ覚えてるのは尊敬する。すごい。だから T2 とか K4 やってる人とかいるじゃないですか。マリアさんも今日ナッピさんの代わりに出てるじゃないですか、制服の目。無理、すごすぎ、強すぎます、本当に。言うのだと頭パンクしても混乱して、多分泣いてる、本当にすごいと思う。だからそう、2チーム分覚えるのとか天才だと思います、本当に。天性のあれなんだと思います、本当にすごい尊敬ですね。だからもう焦ないとやばいですね。もうちょっと頑張んなきゃ。マリアちゃんすごすぎて、そうだから何人かそういう先輩いて、すごすぎて本当に尊敬すぎますね、本当に。努力のきっかけ、そうだからもうすっごい努力なさってるんだと思って、ユナがこんなんで頑張ってますとか言えるほどじゃないなと思って、もう徹夜とかもしてそう。こんばんは、はじめまして、ウッシーさん、はじめまして。富士ココショールーム始めたね。そう、始めたね。積み重ねで、そうだから積み重ねで頑張ろうと思います、ダンスも。だから多分 3,4 年になってくると、もうちょっと振り覚えも早くなると思うし、見せ方とかも分かってくると思うからね、頑張ろうって思ってる。だからアンダーデビュー始まったら絶対に見に来てくださいね。でもまだいつになるやら、待っといてください。待っとるよ、ありがとう、りょうさん。ありがとう、待っててください。ありがとね。じゅんちゃんさん、ファイト、ありがとう。ファイト、ありがとうございます。マトンさん、レインボースター、ありがとうございます。ちょっと待って。シエスタのお花さん。バラありがとうございます。シエスタの花さん、ハートもありがとうございます。走り人ランニングマンさん、流星群ありがとうございます。レバレワしか見えないケチャップ少女
拍手かな、パチパチ、ありがとうございます。どういうこと、アンダーデビュー楽しみ待ってるよ、絶対見に行く、ありがとう、カルユーピさん、ありがとうね、見に来て。さあどっちのチームなんでしょうかね。わっ、レインボー、レインボーじゃない、なんだっけ、ほら、ダース頑張る、ミラーボール、ありがとうございます。たけたけさん、あ、あ、待って、ポテトさんもだ、ポテトさんもなんだっけ、ミラーボール、ありがとうございます。見て、コキコッコ、あった、よかよかも早く出たい、コキコッコといえば楽しみがいっぱいだ。 MC 期待しますよ、そう、 MC が楽しみ、 MC も楽しみだし、いつかね、ユニットとかも出たいなって思ってます。コケコッコダンス可愛いでしょ、コケコッコ、ユナイナの仲良く楽しみ、え、現地とかで見に来てくる、あれ、あれってどうやって見に来るんですか、普通に先着順、なんだろう、ミラーボールでダンス練習だ頑張ります、ありがとうございますね。じゃあもうそろそろ男女読みをしたいと思います。待って、男女読み、ちょっと待ってね、一回縦に、横に、横にしたいと思います。じゃあ男女を読みますね。13位、ひろたんさん、ありがとうございます。12位、ケイティのアットマーク、なんだこれは、サコユナ軍団ありがとうございます。11位、三浦さん、ありがとうございます。10位、マトンアットマーク、ナネグンナさん、ありがとうございます。9位、ニシプーさん、ありがとうございます。8位、トモモアットマーク、ナネグンナさん、ありがとうございます。7位、マーボーミュン、アットマーク、ナネグンナ、ハート、ウララさん、ありがとうございます。6位、タキヤスアットマーク、ナネグンナさん、ありがとうございます。5位、ユーマアットマーク、ナネグンナさん、ありがとうございます。4位、ポテイトアットマーク、ナネグンナ、ユナイのアンダーデビュー楽しみにしてる、ありがとう、ありがとうございます。4位、ポテイトアットマーク、ユナイナ軍団ありがとうございます。みんな、あ、待って、5位、待って順番が入れ替わっちゃった、4位と5位の、どうしよう、6位、竹安アットマーク、ユナイナ軍団さん、ごめんなさい、6位から順番入れ替わっちゃったから、6位竹安さん、アットマーク、ユナイナ軍団さん、ありがとうございます。5位、ユーマアットマーク、ユナイナ軍団さん、ありがとうございます。4位、ポテイトアットマーク、ユナイナ軍団、アンダーデビュー楽しみにしてるんでさん、ありがとうございます。ちょっと分かんない、レバーレバー倒しの後が読めないですね。ありがとうございます。ケチャップ社長さんですよね、ありがとうございます。2位、シエスタの花さん、ありがとうございます。あ、3位、銅メダルレバーレバー倒しのケチャップ社長さん、ありがとうございます。2位、銀メダル、シエスタの花さん、ありがとうございます。表彰。1位、たけたけアットマーク、ユナイナ軍団さん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。みんなで拍手、たけたけさん、ありがとうございます。久しぶりの金メダル、ありがとう、ありがとうございます。公演始まった、じゃあね、皆さん公演カレンダーちゃんと見といてくださいねバイバイ、ありがとうございました。30分だけだったけど、ありがとうね、ダンス頑張る。